今日はラーメンエボシ、ラーメンエボシの味噌の汁なしをいただきます。味噌は生姜を入れると美味しいです。うわちょっと久しぶりだな。あ、めっちゃいい香り。いいねこれ、結構いいね。よく混ぜて、まずは生姜を入れずに、お、いただきます。うまい。なるほど、うん、それよりスマッチすると、あの味噌の感じが弱まって、ちょっと白味と同じ分量の方が一番バランスがいいな。この生のニンニクもよく合うな、これうまいわ。ちょっと生姜をを入れて、うまい。この背脂がね、濃いめの味噌とよく合うんですよ。生姜合うわ。この感じだったら野菜増ししても ボケないね。全然ボケないっす。うん、強いわ味噌食ってるって感じ。汁なしだから返しも味噌もちょっと味濃いぐらいの味噌、これノーマルじゃんね。はい、ノーマルでしょ。ノーマルトッピング、ノーマルコール、ノンコールだよねこれ。ノンコール、うんこれ俺だったらニンニク、油、野菜でネギトッピング。ネギは絶対いいっす、ね、合うよね、田中さん、ちょっとあの唐辛子ちょうだい、あの辛いやつ絶対合うねこれ。鷹の爪、あ、すいません。よし、これ。この激うま鷹の爪、これがね、めっちゃ合うはず。これ。わかるかなこれ。種ごと一本の鷹の爪を種ごと業者さんにあのわざわざ引いてもらってる唐辛子なんで、あんまり酸化してないんですよね。注文してから引いてもらうんで、この唐辛子実は花火のオリジナルで、あ、ここエボシだけど、これがねうまいんですよ、辛くて。絶対ありだなこれ。辛っ、うまっ。肉もうまい。めっちゃ肉入ってるねこれ。これで通常なんだ、すごい。え、食っちゃうな。さっき錦鯉で試作2杯ぐらい食ったのに。あ、業界じゃない。
ね、3、4杯食ったよね。エビもありましたよ。エビも、いやこれはうまいわ。でなんかあの店長の森場くんがですね、もしかしたら元エビバルで働いてたということで、エビ風味のラーメンを限定でやるかもしれないっていう、あ、聞こえてないふりしてるな。いやうまい、うん、モリバこれはいいわ。うん、うまい。これ早くやった方がいいよ。チラシはもう日にち切れてやります、ね。うん。うま。これはあの味噌の汁なしはエボシの店長モリバが作りまして、今日それの試食に来たんですけど。これはまあ普通にうまい、あり、ぜひ食べてください。うん、よし食った、ごちそうさまでした。ではまた。